さんの水着選びのお手伝いができるなんて嬉しいです。今日は私張り切っちゃいますね。私もまさかリンゴから買い物のお誘いを受けるなんて思わなかったからすっごく嬉しい。任せといてね。私とひまりで超似合うやつ選ぶから。はい、よろしくお願いします。なんですか。前から思ってたんだけどさ、リンコってかなりスタイルいいよね。私の目はごまかせないよ。あ、確かに意識して見てみるとすっごくスタイルいい。私そういう人の水着考えるの好きなんだよね。だから今日超楽しみで。そんなことは別にスタイル良くないです。本当のことなんだから照れなくてもいいのに。よし、それじゃあ今日別の用事で来れなかったアコがひっくり返っちゃうくらいすごい水着を選んじゃおう。おお。水着売り場に到着。まずは色から選んでいこうか。はい、わかりました。リンコに似合う色はやっぱ黒だと思うんだよね。スタイルが良くて色白だからさ、黒でバシッと決めるのがいいと思う。このマネキンみたいにさ、濃い色を使うとスタイルもより際立つし。でもリンコさんなら可愛いピンク系だって着こなせると思うんですよね。そういうわけで、じゃーん、このマネキン見てください。リンコさんがこういう淡い色を身につけたら絶対上品に決まりますって。黒ピンク。じゃあデザインは何タイプが似合うと思う？私はビキニタイプを押すね。ここはむしろワンピースタイプじゃないですか。リンコさんみたいにスタイルがいい人こそワンピースだと思うんですよ。ビキニワンピース。いやいや、このスタイルを生かすんなら絶対ビキニだってね。えリンコ、ワンピースですって。そうですよねリンコさん。そのさあどっちがいい。リンコ、頭から湯気が出てる。しっかりして。大丈夫リンコ。ごめんね、リンコのペース考えずにガンガン行っちゃって。リンコさんの水着を選びに来てたのにリンコさんを置いてけぼりにしちゃいました。反省です。いえ、私こそせっかく選んでもらってるのにすみませんでした。今度はちゃんと選んで。ううん、無理しなくていいよ。今度はリンコのペースでリンコが気に入った水着を探していこうね。お待たせしました。お会計終わりました。お疲れ様。よかったね、気に入った水着を見つけられて。お二人がいろいろ教えてくれたおかげです。その結果ぐいぐい自分たちの意見を押し付けちゃったけどね。いえ、もう気にしないでください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうリンコ、そう言ってもらえると助かるよ。ところで結局どんな水着を選んだの？見せるの恥ずかしいからお会計終わるまで待ってって言ってたけど。はい、あの場で見せるのは恥ずかしかったんですけど、今なら少し落ち着いたから、これ
たんだね。ありがとう、リンコ。これを着たリンコさん見るの楽しみだな。週末が待ち遠しい。アコちゃんもびっくり間違いなしですよ。うん、その通り。リンコ、海一緒に楽しもうね。はい。カウンターにあったこの雑誌、海特集って書いてある。今度みんなで海行くし、何か参考になるかな。あ、いろんな水着が載ってる。すごい、これこの間今井さんがおすすめしてくれたのと似てる。あ、このページの持ち物チェックリスト便利かも。水着は買ったから、この項目は大丈夫。あとは帽子と日焼け止めとタオルとサングラス。サングラス買うのはちょっと恥ずかしいな。あとはあ、びっくりしました。ああ、いえ、その練習はさっき終わりました。はい、私ちょっと見ておきたいものあって、このカウンターに置いてあったファッション雑誌です。海特集って書いてあったので。そうです、その実はいろいろあって、今度海に行くことになって、海なんて行ったことないので、どんな感じなのかなって思いまして。あー、その一人で行くわけじゃないので、あこちゃんも今井さんもいます。はい、水着買いました。この間今井さんと上原さんとお店行ったんです。そうです、上原さんも一緒に海行きます。あの、私学校のプール以外で水着を着るの初めてって、だからお二人ともいろいろ選んでくれて、たくさんアドバイスもらいました。水着いろんな種類あるんですね。あ、はい、お二人とも水着にも詳しくて、私に似合いそうなものたくさん見せてくれました。あ、でも今井さんは黒がいいとか、上原さんはピンクが似合うとか、お二人の意見時々分かれちゃって、色だけじゃなくて、そのビキニ型とかワンピース型とかたくさん言ってもらったのに、私ちょっと混乱したりしました。でもお二人が私のために考えてくれて、そういうお二人の気持ちとっても嬉しかったです。はい、見つけられました。今井さんと上原さんの意見、どっちも取り入れた水着を探したんです。今井さんが言ってくれた黒色と、上原さんが言ってくれたワンピース型、可愛くてかっこいいってお二人とも褒めてくれました。はい、その私も気に入ってます。海は楽しみです。でも緊張も
もしてます。一緒に行く上原さん、これまであまりお話ししたことなくて、私買い物の時もそんなにたくさん話せなかったですし、ちゃんとお話できるでしょうか。あと海自体も初めてなので怖くて。初めての場所怖いですか？なんかちょっとほっとしました。はい、せっかく行くんだから勇気出して行ってきます。アドバイスありがとうございます。あ、そういえば聞いてもいいですか？海って日差しすごいって聞きますし、やっぱりテントはあった方がいいですよね。なんで笑ってるんですか？違うんですか？